前が五柱目だな。いきなりなんで。どこだ五柱目。炎の海も血生臭い匂いにもさらなる危険を求めるの。変動者の目的を達成するため柱を集め、250年前以上の大災害を再び起こす。他のと全然違う。スタート。なんだこいつは。発火能力にも目覚めたか。今までより弱い線けど、かすかな熱も予知しているのか。すげえな。え、本当に見えてんの。ヒーロー参上。もしかしてあなたが五柱目。あなたを保護します。保護だってふざけんじゃねえよ。おっと、お前は死んだ草壁だな。四柱目と五柱目か。圧倒しろ、圧倒しろ、圧倒しろ。聞いたんだ。ウォーク。オラヒネズミ、自慢の足で逃げ回れ。どうせ私が見た通りに燃えるんでしょ。キュッ。ドラフトバブリッシュガム。本当マジで、二人とも悪い。ここは頼む。グボンに答えろ。思い出して勇気を奮い立たせるんだ。このコルナで攻撃で受けた運動エネルギーを熱エネルギーに変換し、それを放出して攻撃する。お前第二世代だな。だがそれがどうした。考えるんだ。とりあえず手を出さなければ。手痛い反撃を。止まるな。いよいよ。ストップ。そして放出する。放出する瞬間、第二世代の炎の操作は内ではなく外に向かうはずだ。試す価値しかない。このコルナで。クロープ。今だ。吹っ飛べクソが。になる。クローラ
前はもう死んでいる。